どうもお疲れ様ですさん今日は睡眠の質についてのお話だったと思いますけども私もねちょっとね睡眠については自分なりの考えをお話していきたいなと思うんですよねまあこれは自分なりの考え方なんでまあ人にねとやかく言うことではないんですけどもまあちょっと私の雑談だと思って聞いてください、まあ、ちょうど昨日ね50代からの生活と性生活についてライブ放送したんですよね 私としては結構ね勇気を持って話したつもりなんですけども結局ね50代を過ぎて、てて性ののことにについいいい話しにくいっていうううは、私もそういう先入観があるんでしょうね。だって人間の三大欲求ってご飯を食べること睡眠をとることそして性欲のことでしょこの3つってむちゃくちゃ大事だと思うんですよ。生命が生命である以上生物である以上この3つってのは本当に根源的な欲求と言ってもいいですよね。 でも食べる話グルメの話はいつまでたってもみんなとするそして睡眠のこともやっぱりこう多くの人がねお互い悩みを共有するだけど性の話って年齢を重ねるに従ってなんかタブー視されてるところがあるんじゃないかなっていうふうに感じますし私自身もね例えばご高齢の方がこう性について悩んでるなんてやっぱりね思いもしないしともすればはしたないことだなっていうふうに 先入観で思っっててしまっているところがあるんです,よ、ねまあ、ですんで私も50代を過ぎて自分の年齢をこれから10年後20年後考えた時に生活度のことについてなあって思ったらねいやいや確かにまあはしたないよねだからあんまり話さないようにしようかなっていうようなバイアスが働くんですけどもでも人間の根源的欲求の3つのうちの1つですからねこれ基本的には 元気なうちはあるんじゃないかなと思ってるんですよ。じゃあこれとね、睡眠が何か関係するかってことなんですけども、私はね、睡眠っていうものを捉えたときに、一つは、多少の寝不足があると、ものすごくいい睡眠が取れるかなと思うので、あの、常にちょっとだけ眠い状態っていうのはね、快適な睡眠に必要かなと思うんですよ。うん、ですんで、あの、今日もこうやってね、深夜3時とかに起きてますけども、 3時とかに起きると、まあ寝る時間から計算すると5、6時間の睡眠なんですよね。だからちょっと少なめかもしれませんけども、おかげさまでね、昼寝ができたりとかね、一周回って次の日は、あの、結構深い眠りにつけたりとか、まあ割と私的には快適なんですよ。まあそこで考えられるのが、起きなければならない時間っていうのがないのがいいのかなと思ってるんですよね。二度寝も十分できるし、寝過ごしても別にダメージはないし、っていうことになってくると、 睡眠がももののすごくいいものになるかなかと思うんですよねで、えー、次もう一つなんですけどもねまあ生生活とまで言わないんですけどもこう誰かと一緒に寝ることって睡眠の質を高めるんじゃないかなと思うんですよね例えば私の場合は今一緒にあの自分のね子供のヤマくんがこの腕にあのこう損寝をしてくれるんですよねもう自分の私の腕を掴んでからね枕みたいにしてこうやってこう、えー、操作してくるんですよ だから私の腕に頭がずっと乗ってる状態でまあなんとなくねお互いにそれで寝心地がいいかなともちろんね奥さんとそういう風にすることもあるんでねあの誰かに触れるっていうのはいい眠りの条件になるのかなと思うんですけどねでなければなんかこう抱き枕みたいなものも商品化されるぐらいですから抱き枕をこうやってね、えー、抱っこして出るみたいなねそういったのもあると思いますしうんまあなんかそういうのあるかなと思うんですよね 私も一人で寝る時は特に何かをね抱っこするってことはないんですけどもそういうことをしたがる人の気持ちはわかるなと幼い子もねちっちゃい子もあのぬいぐるみとかをね抱いたりしてますからね、うんまあ、私自身は何かこうね人寂みしくて寝,ず寝づらいってことはないんですけどもでも何かこう寄り添うものがあったらあったってすごく安心感あるかなと思いますね、うん、ということなんでね睡眠の質ってのは そういった軽い性の問題にもこう根ざしてるのかなっていう,うに思っちゃいますよね。あちなみにお腹が空くと寝づらいんでやっぱり多少お腹に何かを入れた方が寝やすいっていことを考えると <laughs> 睡眠する時とで性的に満たされてることと食欲が満たされてることっていうのが至福の時なのかなと思っちゃいますよね。まあでもそんな時でもね明日からの人生に悩みがあると寝つけなかったりしますからね。うん、悩みの解決は ライフプロデュースアカデミーでよろしくお願いしますということになるかもしれませんねはい、それでは今回は以上ですいってらっしゃい